あのさ、はい、ロングヘアの方向けの、はい、なんかハーフアップって、はい、バランスってめちゃくちゃ難しいね。そうなんですよね、うん、それの今日はバランスの取り方を教えちゃいます。まず耳上でハーフアップを取ってみました。そうするとこの上の方の髪の毛のボリュームが結構多くてピンが止まりづらいっていうのと、前に持ってきた時にここの下の髪の毛の量が少ないのでちょっとお顔が大きく見られやすいっていうのがダメなところですね。次に表面の部分ですね。耳からだいたい 3-4cm くらい上の部分で取り分けてみました。そうすると後ろから見たときはピンも止めやすいですし、バランスも綺麗に見えていいんですけど、前から見たときに分け取った部分から毛先の部分までの長さが長く見えるので、お顔が少しだけ長く見えやすくなってしまうのでバランスが悪いです。なので綺麗に見えるハーフアップのバランスは、後ろはさっき言った耳の少し上から取ると綺麗なバランスに見えるので、前からのバランスは少し遅れ毛を下ろした状態で耳にかけます。そしてここのペタッとしている部分にボリュームを出したいんですけれども、横じゃなくて下に下ろしていきます。耳にかけるように少しずつ下ろしていきます。一気に出すと崩れやすいので少しずつ崩していきます。そうすると少しふんわりと丸みが出て、こっちの出してない方よりもこっちの方がバランスがよく見えます。はい、ということで今日のみさきのヘアはハーフアップのバランスの取り方でした、うん、はい、今日は私はロングなのでロングのバージョンでやったんですけど、うん、これをやることによって後ろのバランスも綺麗に見えますし、うんうん、前から見た時のお顔のバランスもすごく綺麗に見えるので、ぜひやってみてほしいなと思うのと、あとボブの人でもミディアムの人でも、うん、やっぱ上でちょっと取ってあげた方がバランスが綺麗に見えるかなと思います。はい、特にね髪の毛の多い方っていうのはバランス、はい、まとめた時のバランスで結構ねボリュームが出やすくなったりもするの で、ここの調節がすごく大事になってくるかと思いますので、はい、ぜひ皆さん参考にしてみてください。はい、はい、この動画が良かったらグッドボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。それかわいい。バイバイ